おはようございます。シャドちゃん、おはよう。もうみんな揃ってたのね。ごめんなさい、すぐに準備するわね。じゃあ私たちで先に軽くさらっとこうか。そうしましょう。はい、では最初から通してみましょう。みんな私のことを気遣うこともなく練習に打ち込んでる。気を使われない方が楽だからありがたいわ。気を使ってくれるのもありがたいけれど、忙しいことや疲れを理由にしたくない。きっとみんなお互いにそれを感じているのね。いつも通りの振る舞いがこんなに嬉しくてありがたいなんて。千里ちゃん、準備できた？ええ、お待たせ。5人で合わせましょう。新曲ようやく5人で合わせられましたね。皆さんいかがですか？ごめん、ちょっと入りがうまくいかなくって。千里ちゃんの音もっとちゃんと聞かないと。もう少しお互いを意識した方が良さそうね。この後はパートで合わせる練習をしましょうか。はい、ヒナさん、一緒に練習をお願いできますか？オッケー。サドちゃん、入りの練習をしたいんだけど一緒にいいかな？ええ、もちろんよ。よかった、ありがとう。それじゃあその2つ前から。あ、気づいたらもうこんな時間ですね。少し休憩しましょうか。5人で練習できるのが嬉しくてついつい集中してしまいました。それだけじゃないです。皆さんお気づきじゃないかもしれませんが、以前よりも求めるクオリティが上がってると思います。そうなのかな。大切なライブですし、最高以上に最高の映像をお聞かせしたい気持ちがそうさせていたのかもしれません。最高以上に最高なんか面白いね。いいかも。最高のライブを見せたいのは大切なライブだからってことじゃない。きっとみんながパスパレのことを。そうだね、せっかく5人揃ったんだし写真撮らない？このタイミングでですか？5人の写真 SNS にアップしようよ。最高以上に最高のライブ見せますってファンの人たちに伝えよう。あやちゃん、たまにはいいこと言うじゃない。いいわね、撮りましょう。たまには。でもいい案でしょ。じゃあ行くよ、みんな寄って。あやさん、もっと寄ってください。みんなぎゅー、せーの。今撮ったの？はい、チーズ的な感じかと思って油断してました。せーのってどういうタイミング？ごめん。あやさん、もう一度撮りましょうせーのってさとちゃん、笑いすぎだよ。今の写真、あやちゃんも半目だよ。自分でもタイミング取れてないじゃん